さて、浦島太郎が竜宮城から戻ってきてからのお話。玉手箱決して開けるなと言われれば開けたくなるのが人情。なら最初からんなもん渡すんじゃねえよ。開けようかな、開けちゃうかなと砂浜に、なんと490円が落ちているではないか。ラッキー。すかさずポケットイン。その時、向こうからグラサンをかけた角刈りのヤクザがつかつかとこちらへ向かって歩いてきよった。おい兄ちゃん、その辺に490円落ちてなかったか。おい、とぼけてんじゃねえぞ、グラグラ、どっかしまったろ。とぼけんじゃねえ、グラ、しまったろ。やぐましいや、グラグラ、しまったろ。浦島太郎、浦島太郎。お後が気まずいようで。男を飲み込んでいた。